参ります。まずは今谷監督にお話を伺います。それでは真ん中にお願いします。では改めまして、今谷直樹監督にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはお疲れ様でした。本日はジョイフルホンダつくば FC に0対1での敗戦となりました。悔しい結果となりましたが、今日の試合振り返っていかがでしょうか。そうですね、おっしゃる通り非常に、悔しい、結果に、なりました。ただ本当に選手たち最後まで1点、取りに行って、そして逆転まで、視野に入れて、走り切ってくれた、そういったプレーだと思います。はい、その中でこの敗戦を次の試合にどのように生かしていこうと思っておりますか。まあ、いいシーンはおそらく、かなりやっぱ勇気を持って、中央を使って、プレーしたシーンが あったと思うんですけども、まあ、そういうところはもっと増やしていかなきゃいけないなとは思っています。セットプレーで、一発やられてしまいましたけども、その中の、前の守備だったりとか、そういうところの、改善はもちろん、していかなきゃいけないなと思います。ただゲーム振り返ってみて、我々に大きなチャンスが何度も訪れた中で、決めきれなかったというのは、本当に今日お越しいただいた皆さんに、喜びを与えることができなくて、本当にそこはね、悔しい思いは2つ生じたし、同じ気持ちであると思います。それでは最後に、今日お集まりいただきましたファン、サポーターの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、本日本当にお越しいただき、本当にありがとうございます。いつも熱い声援、そして気持ち、今ね声を出すことが、できない中で、気持ちをこもった、応援、そして拍手など、ただの選手たちもそうですけども、スタッフも、非常に心強く思っております。そして2試合ね、得点がね取れなくて、本当に惜しいところまで行ってると思うんですけども、そこを、今しっかりとは皆さんに見せることができずに、かなり歯がゆい思いではありますけど、こういう時期をどうやって乗り越えるかっていうのが、我々が本当にシリーズ終わった時にどういうチームになってるかっていうのを皆さんにね、強い姿で、見せることができるように、これから選手たちと、一緒に取り組んでいきたいと思います。今谷監督でした。ありがとうございました。それでは続きまして、背番号10番岡庭祐希選手にお話を伺います。どうぞお疲れ様でした。お疲れ様でした。悔しい結果になりましたが、今のお気持ちいかがでしょうか。そうですね、やっぱチームとして勝てない状況が続いてますが、一つ一つ前を向いて、勝利目指していきたいと思ってます。はい、そしてご自身としては攻守にわたっての活躍とコーナーキックなど多数にわたっていろいろなプレーを見せていただきましたが、ご自身のプレーを振り返っていかがですか。そうですね、結果が全てなので、数字を残すってところが自分の仕事だと思っているので、そこにもう一度こだわってトレーニングから励んでいきたいです。はい、それでは最後に次節への意気込みと、お集まりいただきましたファン、サポーターの皆様にメッセージをお願いします。本日は、お集まりいただいて本当にありがとうございます。皆様の応援に応えられるように、勝利という結果で恩返しできるように、日々頑張っていきます。今回も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。背番号10番岡庭祐希選手でした。ありがとうございました。それでは皆様、改めまして本日はお集まりいただきましてありがとうございます。ホーム初勝利、早く皆様にお届けしたいところでありますが、次節への楽しみということで取っておいていただければと思います。次節なんですが、5月の、28日にパブリックビューイングという形でこちらで、行う予定でございます。ぜひ皆様、こちらの方にも駆けつけていただいてもいいですし、会場での応援でもぜひ選手への後押し、エールを送っていただければと思います。本当に悔しい結果ではありますが、もう今日もたくさん栃木市のユニフォームを着て応援していただきました。ありがとうございます。引き続きどうか熱いご声援をよろしくお願いいたします。本日ありがとうございました。